はい、どうもキョンです。今回はですね、まあ開封とかじゃないんですけども、9月1日にとうとう映画宇宙兄弟ナンバーゼロ見に行きました。別にそこまで盛り上がるのことじゃないんですけども、はい、ね、行ってきました。その報告ですね。内容はネタバレするので言いません。で、一応ですね、買ってきたものっていうか、まあパンフレット買ってきました。はい、そうですね、まあざっと流れとか、まあ人物像とか、あとそうですね、宇宙飛行士の山崎直子さんのインタビューとか載ってますね。声優さんのムッタ役の平田さんとヒビト役のケンさんの2人の会話が載っております。あとグッズ紹介ですね。はい、そうですね、もう9月、まあ1ヶ月経たないぐらいなんですけども、まあ載ってる程度のグッズはもうなかったですね。ほとんどがボールペンとかジョギとか残ってましたね。はい、これ今回シンプルでしたね。てっきりなんかポスターのムッタとヒビトがこう書いてあるのかなと思ってたんですけども、地球ですね。で、CM でもやってるんですけども、いわゆるゼロ感ですね、ゼロ感。ゼロ感あれがもらえるかな、もらえないかっていうところで、もらえました。はい。これです。非売品の宇宙兄弟。ゼロ感っていうのかな、ナンバーゼロっていうか。はい。で、中身はですね、ほとんど漫画じゃないです。ですね、なんて言えばいいかな、台本じゃないですけども、そういう感じですね。本編の半分まで、書いてあります。ちょっと中身見せれないかなと思って、今ちょっとパラパラめくってるんですけども、ああ書いてありましたね、この後は映画でお楽しみくださいって、はい、書いてあります。メグリズムのアイマスクです。これ1枚だけなんですけども、はい、これと一緒に、スッとくれました。これもちょっと惜しかったですよね。なんかせっかくだから宇宙兄弟のパッケージとかにして欲しかったですよね。映画っていうか、あの CM、 コラボ CM は一時期でしたもんね。こうパッケージこれだったらあれすればよかったんですけどね。もったいない。はい、そういう感じでした。はい、ね、フルスーツ着て気合い入れて撮影してますけども、はい、これだけの報告でした。以上です。